こんにちは、億万長者合宿シリーズをご覧の皆様、そしてですね、私の隠居 TV をご覧の皆様、すべてのね、動画をご覧の皆様にお伝えしておきます。私のね、YouTube チャンネル登録者数が、まあ、大体1万人ぐらいなんですけども、まあ、無料で紹介しますよと、速稼塾に入ったら紹介しますよ、もしくは、速稼塾に入んなくてもいい動画だったら紹介しますよって言ったんですけども、あ、これはいけんなと。これをやるから誰も来ないんだなと思ったんで、逆にですね、もうね、お金をいただきます。私の YouTube チャンネルで紹介するときに、一つの、1紹介5万円いただきます。1万人のチャンネル登録者数の方に対して、私がティーアップした紹介動画をつけて、あなたの動画も紹介するということですね。これ5万円いただきます。5万円でございます。5万円高いっていうふうに感じる方います？じゃあ、1万人が5万円、チャンネル登録1万人で5万円を、ちょっとね、別の見方してみましょう。100分の1にして、チャンネル登録者数が100人の動画に紹介してもらえるときに、これを500円だとしたらどうでしょうか。で、皆さんでもできそうですよね。で、私は1万人なんで、5万円と、妥当な数字ではないかなと思いますよね。ということでね、今後はこういうふうにしていこうかと思います。残念でしたね。申し込みされなかった方。まあ、5万円でやっていきますんで、5万円ください。で、申し込みの方はね、下の動画説明欄から、久保さんの、隠居 TV で紹介してくださいっていうことと、あとはね、打ち合わせですね、どんな形のものを作っていくのかとかね、そして私がどういうようにティーアップしていけばいいのかってこと、まさにこれが広告業です。 YouTube でこういうふうに影響力が出てきたら、こういうふうにね、広告業ができるってことなんですよ。そしてですね、今日1万人のチャンネル登録に対して5万円と言いましたんで、今後は5万円いただきます。もちろん速稼塾に入っている方は全然いただきませんね。速稼塾じゃない方、紹介してくださいって方はね、5万円いただきます。それでは失礼します。